市議会の越川貴文でございます。週末の街頭演説をさせていただきます。お騒がせをしますが、よろしくお願いします。昨日はですね、たくさんの行事がございました。その中でもこの魚津の天神山交流館、こちらでですね、シャンソンのこの先生が来てらっしゃるということで、ちょっと来なさい、行ってまいりました。で、この魚津の天神山交流館、元は専属学園魚津短期大学の校舎でございます。今魚津市では、この施設をですね、売却しようということで、各方面にお話をしているわけでございますけれども、その中に昨日館内に入っていったところにですね、この天神山交流館の存続に向けての署名活動、この署名活動の用紙がですね、うずたかく置いてございました。このような状況を見まして、実は食堂の部分と、あと元の学生寮の部分はですね、ある会社さんが買収されるということで決まっておるわけなんですが、一番学生棟の部分、いわゆるメインの校舎の部分はですね、まだ決まっておりません。その意味で交流館を存続して、そして音楽の場としてですね、これからも使いたいと、そういう市民の方々がいらっしゃるということであります。この公共施設の維持、これは魚津市にとってですね、これから大きな課題となってまいります。やはり今までこの使っていらっしゃった市民の皆さんのですね、場がなくなってしまうということにもなりかねないわけです。このような点に関してですね、魚津市は市長さんはじめとしてですね、しっかりと市民の皆さんとお話をして、そして私たちのこの天神山交流館のこれからの在り方、十分に論議を尽くした上で方針を決めていっていただきたいなというふうに考えております。実は場所的にはですね、やはり郊外の天神山のふもとにございますので、なかなか人を集めるという点ではですね、難しい点があると思います。専属短大が並行した理由の一つにもですね、ロケーションの問題がありました。当時の学園側の理事長さんのお話を伺いました。やはり当時はバスも通っていない、そんなところで学生を募集していくことは非常に厳しいということをおっしゃっていらっしゃったことを未だに覚えております。存続するにはですね、ある程度のこの使用料、こういったものを募っていく、あるいは事業をやるのであれば、しっかりと採算の取れたものを目指していくという方向性はあるかと思います。それがなかなか現状までいろいろとですね、模索をしてまいりましたが、
なかなかいい案が出てこなかった。まあ、最終的にこの施設を売却する、まあ、そういう方針を市の方では出しているわけです。一方でこの音楽の町として魚津を盛り上げていこうと、まあ、そういうふうに考える市民の皆さんもいらっしゃいます。なんとかですね、これうまく両者の考え方を整合させていって、魚津市のこの音楽、あるいはまた社会教育、これを盛り上げていく方法を探していこうではございませんか。それとあと昨日は、冷えない県会議員さんの新春の集いに行ってまいりました。その際に埋没林博物館の蜃気楼の研究員でいらっしゃる佐藤さんの、佐藤研究員のお話を伺いました。佐藤研究員はですね、魚津高校出られて富山大学の理学部、まあ、こちらの方で液晶についての勉強され、そういった専門的な知識を使ってですね、蜃気楼の研究をしていただいております。こういう基礎的な研究がですね、まあ、とっても大事なんです。そこからいろんなことが発生してくる。そしてこの佐藤研究員が言われるには、蜃気楼は実は魚津が一番有名だけど、今日本全国で蜃気楼が見えているというところが出てきていると、そういうお話です。これをですね、どう捉えていくかです。いや、魚津だけしかないんだと、そうやって守っていくのか、それともですね、いや、蜃気楼が見えるところ他にもあるならば、そこと提携をしていく、そういうやり方もあると思うんです。実は日本だけではありません。こういう気象現象、世界を見てもナイル川のほとり、あるいはお隣の中国、こちらでは山東省の方に大きな蜃気楼が見えます。ありがとうございます。ありがとうございます。ただ山東省の蜃気楼はですね、数年に一回というものでありまして、魚津に比べるとですね、頻度は非常に少ない。その代わりスケールは大きいです。で、この蜃気楼伝説、あの七福神と関係があると言われています。遠く秦の時代でしょうか、そこから七福神、そういったいわゆる何らかのこう特別な技術を持った人たちがですね、各地に散らばっていた。そのお一人がこの日本にも来ているというような伝説であります。そしてまたナイル川の蜃気楼、これはですね、ピラミッドと関係があると言われています。ピラミッドの中を皆さん見られたこと写真でないでしょうか。天井に階段が作ってあるんです。そして船が逆さまに吊るされている。これはですね、蜃気楼が起きた時にピラミッドが逆転をする。そうするとその階段を登ってこのナイル川を逆さまの船が逆転するわけですから、船に乗ってあの世に旅立っていくといったことを当時の
エジプトの王様は考えていたんではないかと言われております。このような世界の蜃気楼をこのウォーズの埋没林間で展示をしていく。そして蜃気楼のことなら世界からこのウォーズに来たらわかりますよと、そういうですね、広がりを持たせるということが次の段階の蜃気楼博物館に埋没林になるんではないか、私越川は、そのように考えております。それとですね、この蜃気楼に関する物語ですね、こういったものを作っていく。そして蜃気楼に膨らみを持たせていく、こういう工夫も必要なのではないかと考えます。例えば飛騨古川、君の名はという、アニメーションで一躍世界的に有名になりました。今でも飛騨古川の駅を訪れる方々たくさんいらっしゃいます。ウォーズの蜃気楼、この素材はですね、それに値するような物語を作ることができるんじゃないでしょうか。実際に過去昭和4年にですね、あの著名な小説家江戸川乱歩さんがウォーズの蜃気楼について、それを題材にした小説を新青年に投稿されているわけなんです。これは教えとともに旅する男という題名の小説であります。非常に幻想的な、興味の深い江戸川乱歩さんの作品です。こういったことについても私たちあまり知らないんですね。このような蜃気楼を生かした、いわゆるバーチャルリアリティ、そういった方面でのこの蜃気楼の生かし方ということをですね、今後を考えていくべきではないかというふうに私越川は思っております。たくさんのこの魅力があるウォーズ市、その物語を作っていく、それは私たち市民一人一人がこのウォーズ市に住んで、そしてこの町の良さを体験して楽しんでいく、そういったところから広がってくるんではないかと考えます。実際ですね、地方に移住をしたい、そういう人気度をこの測った記事が出ていました。地方小都市で最も移住してみたいという町が、北陸エリアでは南都市がナンバーワンという結果が出ております。そしてなんとこの魚津市はですね、その次2位なんですよ。北陸地方で移住してみたい町の2番目につけているこの魚津市です。ですからこれからですね、地方創生、実はなかなか難しい点がありますけれども、そういう魅力をしっかりと発信して、自信を持って発信していくということが、これからの私たちの町、ウォーズを、日本だけじゃなくてですね、世界に発信していける可能性を持っているというふうに、越川は考えております。で、その時にですね、ナウス TV さん、
この技術力を生かしたいんですね。素晴らしい企画力と動画の作成力を持っていらっしゃいます。こういったものをね、私たちぜひ活用してウォーズに来てください。で、ウォーズに住んでください。まあそういうふうに強力にですね推進していこうではありませんか。ウォーズ市議会議員越川貴文の週末の街頭演説、これからも毎朝早月川の橋の上、そしてまた片貝川の落合橋の上、明日はですね富山駅の方に行く予定であります。魚津から富山に通っていらっしゃる皆さん結構たくさんいらっしゃるんです。ですから富山駅で待ち受けてこの街頭演説をさせていただく。その際には昨年度一緒に参議院選挙を戦った西尾正恵さんも共にですね富山駅前で街頭演説を定期的にさせていただいております。日頃からのこういった活動、これなくして投票率を上げることは難しいと思います。この投票率というのはですね特定の候補やあるいは特定の政党のためのものではありません。私たち富山県民、そして魚津市民、新川の人たち、ぜひ皆さん次の国政選挙では投票に行きましょうということをですね日頃からこうやってお願いをしてまいります。市民の皆様のご協力をお願いをいたしまして、本日の魚津市議会議員越川貴文の街頭演説を終了させていただきます。どうもお騒がせをいたしました。ありがとうございました。